メタファーデイリージャーナル。今回は政教府の広報官公示人について紹介しよう。公示人は政教府の知らせを民に伝える広報官だ。識字率の高くない市民層に向けて国のお触れや重要な生活の知らせなどを口で広め周知する役割を担っている。各都市の街角では特に催しなどがなくとも公示人が民に向けて演説している様子がしばしば見られるだろう。だが王権協議会なんてものが開かれるとなれば公示人の役割も少し変わってくるかもしれないな。次回は政教府の公示人の一人バトリンについて紹介しよう。願わくはこの記録が君たちの旅の一助とならんことを。